皆さんご機嫌いかがでしょうか今日は一寸法師の第10回です。レッスン1です。一字ずつ読んでみましょう。今日はここからです。これはこのという漢字を崩したものです。右側に読み仮名が振ってありますので、拡大して読んでみましょう。上の字はこ のと書いてあります次はことという漢字を崩したものです右側に読み仮名が振ってありますので拡大して読んでみましょうこれは上がこ、下がとですこととが続いた形です 次は、可能の可という漢字を崩したもので、可と読みます。これは苦です。次は、れ。次は、奈良県のなという漢字を崩したもので、なと読みます。 次は、おのように見えますが、横棒が2本です。遣唐使の剣という漢字を崩したもので、けと読みます。次は、きのように見えますが、上が棒横棒が3本です。れんという漢字を崩したもので、れと読みます。次は、はちという漢字を崩したもので、 はと読みますが濁点がついていますから「ば」と読んでくださいこの横顔のような形をした字は「多い」という漢字を崩したもので「た」と読みます次は「い」次は「り」ですこれは「よ」のように見えますが左が長いです 縦棒がまっすぐですので「に」という漢字を崩したもので「に」と読みます次は「き」これは「こ」ですここは「し」次は「め」これは「さ」です これは先ほども出ましたが、上は車という漢字を崩したものです。連合の連という漢字を崩したもので、れと読みます。これはクのように見えますが、縦棒が入ってからくねっとしていますので、テンという漢字を崩したもので、てと読みます。次はい。 これはそ「です。これは、ぎ。そして「一」ですこれは「寸」という漢字を崩したものです次は「人弁」の「保険の保」という漢字を崩したもので「保」と読みますが濁点がついていますので と呼んでください私たちが使っているひらがなの「ほ」の元の漢字はこの「保つ保険の「保という字ですこれは「う」ここは「し」ですこれは「お」それから「ぞ」 次は「め」これは「さ」ですこれは「れ」これは介護の「会」という漢字を崩したもので「け」と読みますこれは「り」です 次は春という漢字を崩したもので「す」と読みますこれは奈良県の「な」という漢字を崩したもので「な」と読みますこれは「はち」という漢字を崩したもので「は」と読みますこれは「ち」です「ら」のように見えますが まず縦線がまっすぐになっています。それから右側にお尻がクッと上がっていますので、これが地の特徴でありますのでらではありません。次はさです。これはん。この横顔のような形をした字は王位という漢字を崩したものでたと読みますが。 濁点がついていますので「だ」と読んでくださいこれは「い」です次は三髄の「つ」という漢字を崩したもので「つ」と読みますこのくるっとした形の字は「可能の「か」という漢字を崩したもので「か」と読みますこれは「ま」 次は、つです。ここは、りですね。そして、たです。これは、い。で次は、王様の王という漢字を崩したもので、和と読みます。注意してください。次は、う。 これは「ご」という漢字を崩したものです。これは「ら」次は「ん」そして「じ」です。これは「手」です。この「さ」のように見えますが、うんと下が伸びています。これは、 万という漢字を崩したもので、まと読みます。次は、こと、それからと、という字が続いたものです。こと。ひらがなのこの、下の線が縦線になって、とに続いています。これは二。そして、いです。 次はつここはくです次はしこれはきですこれは王様の王という漢字を崩したもので和と読みますこのくねっとした字はら、 と読みます。これは「8」という漢字を崩したもので「八と読みます次は「2」これは「九のように見えますが縦線が入ってから「くね」としていますこれは「天という漢字を崩したもので「手と読みます 次はものという漢字を崩したもので、はと読みます。これはん。それからべです。こちらはる。そしていです。このくるっとした字は、 可能のかという漢字を崩したものでかと読みます次はさこれはまんという漢字を崩したものでまと読みますこれはこですそしてれこれは八という漢字を崩したもので はと読みますこれはイ次はヤですこれはシこのくるっとした字は可能のカという漢字を崩したものでかと読みます このくねっとした字はらですこれは春という漢字を崩したもので「す」と読みますが濁点がついていますから「ず」と読んでくださいこれは「せ」です次は「ん」これは「ぞ」 これは「超える」「越」という漢字を崩したもので「を」と読みますこの横顔のような形をした字は「多い」という漢字を崩したもので「た」と読みます次は「図」これはペンギンのような形をしてますね「年、ね」という漢字を崩したもので「ね」と読みます これは「たもう」という漢字を崩したものです。これは「ふ」次は「お」そして「う」これは「じ」ですね。こちらは「八という漢字を崩したもので、 はと読みます。これは本という漢字を崩したもので、ほと読みます。これは里という漢字を崩したもので、りと読みます。このくるっとした字は、可能の可という漢字を崩したもので、かと読みます。 これは、八という漢字を崩したもので、ハと読みます。こちらは、のです。で次は、チ。これは、ウです。これは、奈良県のナという漢字を崩したもので、ナと読みます。 これは「ご」そして「ん」次は「と」これは「申す」という漢字を崩したものです次は「人」ですこれは乃木坂の「の」という漢字を崩したもので「の」と読みます これは「こ」という漢字を崩したものです右側に読み仮名が振ってありますので拡大して読んでみましょう「こ」と書いてありますこれは奈良県の「な」という漢字を崩したもので「な」と読みます次は「り」これは「人」 次は一番上と同じです。乃木坂ののという漢字を崩したもので、のと読みます。これはざ。次はんです。これは介護の介という漢字を崩したもので、けと読みますが、濁点がついていますから、げと読んでください。 これは、ん。次は「耳」という漢字を崩したもので「に」と読みます次は「よ」ですこれは「里」という漢字を崩したもので「り」と読みます 次は奈良県の「な」という漢字を崩したもので「な」と読みますこれは「可能の「か」という漢字を崩したもので「か」と読みますが濁点がついていますので「が」と読んでくださいこれは「さ」です次は「れ」これは「人」です 次はとこれは「なる」という漢字を崩したものですここに読みがなが振ってありますので拡大して読んでみましょうこれは「る」のように見えますが奈良県の「な」という漢字を崩したもので「な」と読みます 下の字は「り」「なり」と書いてありますこれは「多い」という漢字を崩したもので「た」と読みます横顔のような形をした「た」とこの字も全く元の字は「多い」という漢字ですこれは「ま」です次は「ふ」 これは「ウィ。これは奈良県の「な」という漢字を崩したもので「な」と読みますこれは「可能の「か」という漢字を崩したもので「か」と読みます次は「に」これは「く」のように見えますが縦棒が入ってから「くね」としていますから とという漢字を崩したもので、てと読みます。これは「ま」次は「う」「お」のように見えますが横棒が2本ですので遣唐使の「けん」という漢字を崩したもので「け」と読みますこれは「し」 次は、子供の子です。ここに読み仮名が振ってありますので、拡大して読んでみましょう。子と書いてあります。これは、奈良県の名という漢字を崩したもので、名と読みます。次は、り。 これはう「です。これはもの」という漢字を崩したもので「は」と読みますが濁点がついていますから「ば」と読んでくださいこれは「ばん」という漢字を崩したもので濁点を取って「は」と読みますこれは左側が少し消えてますが「ふ」と読みます と読みますこれは「し」です。カタカナの「み」のように見えますが漢字の「さん」です。これを崩したもので「み」と読みます。これは乃木坂の「の」という漢字を崩したもので「の」と読みます。次は「せ」。 ここがうです。そしてしこれはやです。これはうそしてとですね。これは申すという漢字を崩したものです。次は人。ひと これは乃木坂の「の」という漢字を崩したもので「の」と読みます次はひらがなの「こ」ですねこれは奈良県の「な」という漢字を崩したもので「な」と読みますこれは「り」です次は「お」 これはさ「です。これはる」のように見えますが丸が大きいので奈良県の「な」という漢字を崩したもので「な」と読みますこれは「起きる」という漢字を崩したもので「き」と読みます次は「と」これは「き」です 次は「よ」これは「り」です次は「ち」これは繰り返しの記号ですこれは「もの」という漢字を崩したもので「は」と読みますこれは繰り返しの記号です 次は「に」という漢字を崩したもので「に」と読みますこれは「を」次は「く」ですそして「れ」このバネのような形をした字は「たもう」という漢字を崩したものです これは日です。次は可能の「か」という漢字を崩したもので「か」と読みます。これは「いや」次は「う」です。これは「に」という漢字を崩したもので「に」と読みます。 次は心という漢字を崩したものです。これは毛髪の毛,毛という漢字を崩したもので、もと読みます。次はい。これはやです。ここはし。これは可能のか。 という漢字を崩したものでかと読みますこれはらです次はざそしてれですこれははちという漢字を崩したものではと読みますがだくてがついていますからばと読んでくださいこれはてです 次は、ん。次は、じ。それから、やですね。これは、う。そして、へ。これは、めです。これは、さ。次は、れ。 これは「本」という漢字を崩したもので「ほ」と読みますこれは「里」という漢字を崩したもので「りと読みますこの小さくくるっとした字は「可能」の「か」という漢字を崩したもので「か」と読みますこれは「もの」という漢字を崩したもので「は」と読みます 次はのです。これはせそしてうこれはしですね。そしてやです。これはう次はに。 という漢字を崩したもので、二と読みます。これは奈良県のな、という漢字を崩したもので、なと読みます。これはしです。これはバナのような形をしていますが、たもうという漢字を崩したものです。 ややかすれていますがこれは「ふ」次は二つの字が続いたものです上が「こ」下が「そ」ですこれは「め」次は「で」ですこの横顔のような形をしたものは 多いという漢字を崩したもので、たと読みます。これは介護のかという漢字を崩したもので、けと読みます。次はれ、これはちですね。次は繰り返しの記号です。 次は「もの」という漢字を崩したもので「は」と読みますこれも繰り返しの記号ですこれは「を」これは毛髪の「毛、け」という漢字を崩したもので「も」と読みますこれは「呼ぶ」という漢字を崩したものです 右側に読み仮名が振ってありますので拡大して読んでみましょう上の字は「よ」下は「び」です「よび」と書いてありますこれは「さ」のように見えますが「まん」という漢字を崩したものです「ま」と読みますこれはいです 次はラ。これはセです。次はモ。そして手。これはるのように見えますが、あ奈良県のなという漢字を崩したもので、なと読みます。これがし。 このくるっとした字は、可能の可という漢字を崩したもので、かと読みます。これはしです。次は、三随のつという漢字を崩したものです。つと読みますが、濁点がついていますから、ずと読んでください。これは、気化学のきという漢字を崩したもので、きと読みます。 私たちが使っているひらがなの木の元の漢字がこの幾何学の木ですこれは「たもう」という漢字を崩したものですこれは「ふ」です「る、えー」ルのように見えますがやたら尻尾が長いですよねこれはこういうのはですね こととといいう漢字を崩したものだだ思ってくださいこれは「よ」です次は乃木坂の「の」という漢字を崩したもので「の」と読みますこれは山水の「つ」という漢字を崩したもので「つ」と読みますこれはペンギンのような形をしていますね 年という漢字を崩したもので、ねと読みます。ここに、えー、見えませんけれども、えー、形からいきますと、に、えー。にという字があったようです。にと読みます。 これは区のように見えますが縦棒がありますから点という漢字を崩したもので手と読みますこれは番という漢字を崩したものではと読みますこれは、えー、奈良県のなという漢字を崩したものでなと読みます次の小さな字は 可能のかという漢字を崩したもので、かと読みます。次は、り。これは介護の会という漢字を崩したもので、けと読みます。これは、りです。レッスン2です。 短く区切って読んでみましょう。え今日はここからですね。えこのこと、このこと、えー、このことが、隠れなければ、隠れなければ、まあ、隠れないということですから、知れ渡ってしまうということですよね。知れ渡ったので、 たいりに、た、えー、は濁点をつけて、だと読みまして、代理にします。えー、宮中に、きこしめされて、きこしめされて、まあ、みもお耳にして、耳になさって、急ぎ、 急ぎ、えー、すぐに。一寸法師をぞ。一寸法師をぞ。もう一,瞬一寸法師を。めされけり。めされけり、えー、お召しになりました。すなはち。えー、すなわち。 直ちに、三大つかまつり。三大つかまつり。三大というのは、宮中に参上することです。宮中に参上すると、対話うごらんじて。たは、だでしょう。 大王ご覧じて、帝がご覧になって、まことに、まことに、えー、まことに、いつくしき、いしき、ここでは、美しいというよりは、立派な、素晴らしい、そういう意味です。まあ、立派な、 わらはにてはんべる。わらははにてはんべるえー、少年で、えー、あるよ。いかさま。いかさま。でこれはきっと。 これは,これは、えー、きっとこれは癒やしからずいやしからず,いやしからず、えー、貧しい身分ではあるまい先祖を先祖を ご先祖を訪ねたもう訪ねたもう、えー、おずねなさる一寸法師に、えー、帝が先祖をおずねになるおうじはおうじはおうじというのは父親のことです 父親は、堀川の中南言。堀川の中南言,言,言。と申す人の子なり。と申す人の子なり。申すは、 下に人という名詞が来ていますから連体形で申すと呼んでください。えっと申す人の子である。人の残言により、人の残言により、えー、人のお、まあ、ありもしないデマによって、 流され人となりたまふ流され人となりたもうルニ人になってしまったようですねルニ人となられてウィナカニテ田舎にて田舎にて田舎で まうけしこなりもうけしこなり田舎で、えー、もうけた子であるうばはうばはこれは母親にあたるあのおばあさんですね母ふしみのせ うしやうと、ふしみの少々と、ふしみの少々と、モうス人のこなり、もうす人のこなり、モースの下には人という名詞がきますから、連体形で、モースと呼んでください。モーす人の子供である。 幼き時より幼き時より幼い時から父母に遅れたもひ父母に遅れたまい遅れるというのは死に別れて生き残るという意味です 両親に先立たれなさってかように心も癒しからざればかように心も癒しからざればまあこのようなわけで心が癒しくないので 誰の心かと言いますとその両親から生まれた一寸法師のことですこのように一寸法師も心が癒やしくないので天じやうへめされ天井へめされ宮中ですね天井へめされて 堀川のせうし屋うになしたもうふこそ。堀川の少々になりたもうこそ。堀川の少々になされたのは、めでたけれ。 めでたけれ、えー、おめでたいことである。ちちははもちちははもよびまいらせ、よびまいらせ、えー、およびになって。 もてなしかしづきたもうふこと。もてなしかしずきたもうこと、えー。大切にお世話なさることは。よのつねにてはなかりけり。よのつねにてはなかりけり。 世間並みではないことであった。それでは、また続きます。皆さん、ごきげんよう。またお会いしましょうね。さよなら。